大体酸化酵素は様々な真核生物においてミトコンドリア原子伝達系を構成する酵素の一つである。そのホモログは原核生物のゲノム中にも見出されている。大体酸化酵素は呼吸毒であるシアン化物に対して耐性であることから見出された。酸素呼吸において通常シトクローム C オキシダーゼが最終的に電子を酸素へ受け渡すが大体酸化酵素は キノールを酸素で酸化することで複合体3と複合体4をバイパスする。複合体3と複合体4がプロトン輸送脳を持つのに対し、代替酸化酵素はプロトン輸送を行わないため、この経路が利用されると ATP 酸性能は低下する。呼吸差の概略図。代替酸化酵素はキノールから電子を受け取り酸素を還元することで、 複合体3と複合体4をバイパスする。植物では寒さ、活性酸素、感染などのストレスに応答して発現する。この代替経路の利点は明らかでないが、これらのストレスへ抵抗するにあたり酸化ストレスを抑える意味があるのかもしれない。アフリカ睡眠病の病原体であるブルーストリパノソーマは血流中では解糖系に依存して、 ATP 酸性を行っているが、そこで生じるなどの再酸化のために代替酸化酵素が必須である。この点は宿主と大きく異なるため、トリパノソーマの代替酸化酵素は薬剤標的として魅力的である。代替酸化酵素の阻害剤の中でもアスコフラノンは酵素を阻害するだけでなく感染マウスを治癒させることができる。 アゾキシストロビンの構造式心菌では、大体酸化酵素により呼吸差をバイパスできることにより、抗心菌剤への耐性に寄与していることが知られている。アゾキシストロビン、ピコキシストロビン、フルオキサストロビンといった、ストロビルリン系の殺菌剤は呼吸差複合体3を阻害するが、大体酸化酵素が呼吸差をバイパスすることで、心菌は生き延びることができる。ただし、 胞子の発芽には多量のエネルギーが必要なため ATP 酸性量が少ない代替経路ではまかないきれず、したがってこれらの殺菌剤は発芽の抑制には効果を発揮する。代替酸化酵素は膜氷剤性タンパク質でミトコンドリア内膜のマトリックス側表面に結合している。グルタミン酸4つとヒスチジン2つからなる配列保存的モチーフがあることから 二角鉄中心を持つことが予想されていた。また電子スピン共鳴を用いた白いネナズナ代替酸化酵素の研究から混合原子化二角鉄中心の存在が示されている。この二角鉄中心とタンパク質に由来するフリーラジカルが反応に関与していると想定されている。ありがとうございます。